京都府にお住まいのラジオネームケイチうっとりビーニーおめでとうさんからです。 ありがとうございます。ナナ、ちゃんより可愛いミルキーケイチモンスターエンジのお二人こんばんは。渡辺こんばんは。私は高校野球をしています。もちろん公式です、はい、7月に先輩方が引退しやっと自分たちの代になりレギュラーになりました、うん、しかも4番を任されるようになりました、うん、そんな中先日ライナーを両手で取りに行った際に、はい、先に右手が出てしまい、はい、骨折してしまいました。悔しいです、うん、軟式なら骨折まではしなかったのに。皆さんは最近悔しいことありましたか？教えてください。バカ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 西森さんは話短めにお願いします。うわ、もう言われてるんですよ。僕も違うところから言われてるんですよ。まあね、確かにそうですね。軟式やったらね、指折らなくてよかったかもわかんないですね。いや、折れてることもある。え、折れることもあります。そんなことはないわ。あります。はい、それあれやろ、普通に走ってて足くじいて折れるとか。ボールが足してです、うん。